はい、ミシンチャンネルのミシンです。はい、てなわけで今回もやっていきましょう。恋バナ恋愛体験版、はい、パート12です。はい、ギリギリ言えたね。はい、じゃあ、今回もやっていきますが、まあなんか前回、まあここの、まあ、マグドに来ておりますが、まあ、時矢くんをどうやら仲間に引きずり込もう大作戦がこれから始まりますんで。まあ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 、しばらくはね、生温かく見守っていきましょうか。ではでは、今回も、レッツゴー！というわけで、俺たちに足りない恋愛経験を補うため、謎のイケメンくんを仲間に引きずり込もう大作戦の始まりである。まずは、恋バナをするにあたって尋問を始める。意味なし。なぜ恋バナをするのに尋問が必要になるんだ。疑問に思うのなら僕を椅子に縛り付けるのをやめろ。無駄な抵抗はよせ、タイガにフィジカルで勝てるわけがない。このイケメン君の恋愛経験を利用するにしても、ひもてな俺たちがギリギリ許容できるラインというものが存在する。まずはそれを見極めなければ、いくら利用価値があったとしても仲間になど到底できない。単刀直入に聞くが、初体験はいつだ。やはり年上のお姉さんか、それともウブな年下の後輩か、クラスではおとなしいけど脱ぐとすっごい同級生か。しょうもないこと聞くなよ、 AV のインタビューじゃあるまいし。しかも男性側に聞くことあるの。待て、こいつらは一体さっきから何の話をしている。よし、童貞無罪。無罪判定早いな。童貞じゃないならわざわざ隠す意味がわからん。そんなもの自慢してなんぼだろう。そうだの。そうかな。マウント取り放題だからな。こんなイケメンでも童貞だとは安心するぜ。まだ焦らなくてもいいんだって穏やかな気持ちになれる。そんなんでいいのかお前たち。シャセイ、あれ、またこっち、ん、またサイドがどうやら変わったね。スマイルください。ここでもに怖い。ふーみん、ふざけないの。店員さん困ってるでしょ。はーい、心ママ。ママやめて、あいつのこと思い出しちゃうでしょ。あー、もう信じらんない。どうしてこのミヤが。クギギギギ。待ち合わせからずっとこの調子だけど、どうしたのこれ。それのことも含めて恋バナでもしちゃおうかなって。みんなの私服もやっぱいいね。うん、なんか一番好きなのは、なんなら一番右というか、ふみさんが一番好きかもしれない、雰囲気的にはね。だってみやさん完全にアリスなんだもん。それ言うなし。ったく、みやのことなんてついでで、ふみのお目当てはココチーのことじゃないの。心とひとまとめにしないで。ココチなんか美味しそうだ。二人とも私が食べちゃうかな。おじさん構文やめなさいよ。そんで心はあの王子様とはうまくやってんの。なんであれが私の本命みたいな扱いになってるの。冗談じゃないわ。一体どこにいるの、私の真の王子様。心は努力の方向性を間違えてる気がする。知恵はお乳の私も好きって言ってくれたじゃん。意もしない白馬の王子様に見つけてもらおうと頑張って目立とうとしてるのはわかるけどね。わかってるのなら黙って応援してよ、親友でしょ。はいはい、恋に忙しいあの二人はともかくさ、知恵は興味ないわけ。ふみこそそういう素振り全く見せないけど。質問に質問で返すな、バカだれ。私はいいんだよ、あんたらの恋バナおかずにして生きてんだから。でもこの間はなんか自分だけ何にも起きてないみたいなことでタイガーに声かけてたよな。こういうこと言ってるやつに限って恋に落ちると変貌したりすんだよね。なるほど。しません、小枝さん恋なんてしませんから。本当に。いっちゃんパート1一回振り返ってみようか。フーミンもチーもミヤもはためから見たら十分魅力的な女の子で、私も頑張らないと埋もれちゃう。埋もれるかな。
勇気出してイメチェンした後はミアの言う通り行動しないとダメなんだろうけど。行動力土下座、頭がなんかもうカナタのせいでいろいろなんかトラウマを抱えてないか急に頭抱えてどうしたの心。今さら自分の頭のポンチ具合に気づいたんじゃない。誰の頭がチップだって。そんなこと一言も言ってないんぽよ。ココロンの頭見てるとミヤも髪もっといじりたくなってくる。やっぱ染めてるんだよなこのか、まあ、きどうなんだろうねいじりたくなるって言われるとやっぱ染めてんのかなって思うよね。ココロ高速違反で説教されたんじゃないの。なんか許してもらえた。今の姿でいることが罰になるからってよくわからないこと言われてまあ、例えば10年20年先こうアルバムをね開いてみよう。きっと誰にも見せられないって思っちゃうかもしれないさすがみくちゃん先生分かってんね。ちゃんと目は引くし可愛いのに。ミヤ気づいちゃった。これは生まれ変わる前の心を知ってるからこその優越かもしれないって。もういつまで私のイメチェンについて語ってるの。ふんだ。まあ正直イメチェン前の方が気になるよね。こうこんだけイメチェン言われると。ほら地位のせいでスネチーだよ。どうしてくれるの。え、私のせいなの。ふんふん、やけ食いしちゃうもん。こうなったら開き直って横幅もイメチェンしてやるんだから。おやおや、大丈夫かいお嬢さん。前を見て歩かないと危ないじゃないか。ははこの爽やかなイケメンボイスはまさか今度こそ私の王子様が。げえ、また紅白馬。なんだ、クラスメイトの乙女さんじゃないか。何よその優しくて損したみたいな顔は。いきなりゲーとか言われた俺の身にもなってくれよ。あ、それは普通にごめん、思わず心の叫びが。思わずで出るほど嫌なのか。どうしたカナタ、何か叫び声が。あれ、堂島くんだ。こんなところでもすぐわかるね。待ち合わせ場所に良さそう。あ、男子じゃん。あ、トキヤくんだ。こんなところで奇遇だね。なあカナダ、俺は今猛烈に感動しているぞ。ああ、こんなこともあるのか。生きててよかった。この喜びを分かち合える仲間がいて俺は幸せ者だ。こいつらは一体何を感動しているんだ約1名俺たちの感動を理解できていない奴がいるが、そのうち染めてやろうと思っている。休日にクラスメイト女子と偶然ばったり出会う。これすなわち落ち着きのチャンス。しかも相手はグループ、自然と一緒に遊ぶ流れに持っていきやすい。学校では必ず顔を合わせるが、休日に外で出くわすというのは言わずもがな特別で、この形容しがたい高揚感とともにこの先の展開に胸を弾ませてしまうのも無理はない。なあお前たち、俺はいいんだけど、一目惚れの最中じゃなかったのか。それはそれ。これはこれだ。ここでの対女子対女子経験は、いずれめぐり先輩とのハッピーエンドに至るためのいわば試練。やっぱりクラスメイト女子も気になるなとか、決してそういう横島な気持ちではないのだ。夢勘違いしてくれるな。わかったか、トキア。お前にも協力してもらうからな。協力も何も、お前たちは一体何がしたいんだ。いいからイケメンは黙ってニコニコしててくれ。ミア、せっかくだからトキヤ君と一緒に遊びたいなって。ダメ。なんかミアがイケメンに媚び売り出したんだけど怖い。ははん、あの面食いが狙ってたのはこれか。ミア、いいの。あの人なんかもうバカどもに取り込まれてそうだけど。完全にお前たちの一味みたいな目で女子に見られている気がするんだが。そうそう、俺たち仲良しだからさ。せっかくだしこれから一緒にレジャーでもどうだい。両脇からトキヤと肩を組み、逃げられないように圧をかけつつ女子に迫る。
いや、誰があんたらとなんか。トキアも遊びたいみたいだし。僕はそんなこと一言も。うん、行く行く行く。ちょっとミア、何勝手に決めて。もうデオンナアピもできて一石二鳥、この千載一遇のチャンスを逃してなるものかっての。まあいいんじゃない、どうせ暇だったしさ。フーミンまで、チーもなんとか言ってやってよ。ん、私は別にいいよ。あれ、いいの？そんな、なんだかんだ言ってあんたらも男子のこと気になってるんでしょ。もしかしたらこの中に心の王子様がいるかもじゃん。まだそんなに仲良くなったわけじゃないんだし。どう見たってマザコン白馬しかいないじゃないの。もう、なんでそこで、なんでカナダだけしかいないって言うんやろうね。それはそれでなんかどうなんだって感じがあるけど。かくして急遽クラスメイト女子たちと行動を共にすることと相なった。ねえ、これからミアたちのことどこに連れて行ってくれるの？え？男子が誘ってきたんだからねえ。私はどこでもいい。変なところ連れて行こうとしたら許さないんだから。お前の思う変なところってどこだよ。知らない。すまない、この件は一旦持ち帰って検討させてもらう。集合。女子からさっと離れると野郎どもでエンジンを組んで作戦会議を始める。おいおい、どうするんだ。女子と休日に出かけたことなんてないから、どこ行ったらいいのかわからないぞ。これは積んだな。積むの早すぎだろ。俺たちは一体何のためにこいつを引き入れたと思ってるんだ。なるほど、早くも経験者様の出番ってわけか。そういうことだったのか。ようやくタイガが俺と三尾の意図を理解したらしく、目を輝かせる。なんだ、妙に期待に満ちた視線を感じるな。早くも恋愛経験者様に頼るなんて尺だがよ。俺たちも手段を選んではいられないからな。利用できるものは何でも使わせてもらうぞ。大先生よ、迷える俺たちに道を示してくれ。全く要領を得ないが気分は悪くないな。ちょっと持ち上げてやっただけでご満悦になる時や。一体何を考えてんのかわからないやつだと思っていたが、存外扱いやすいのかもしれない。よし、じゃあ早速聞かせてもらおうか。ズバリ、女子が喜んでくれるレジャースポットといえば。そんなもの知るか。ズコー。あくまで俺たちに組みするつもりはないと。モテを独占するつもりか。独占禁止法ってご存知？何を勘違いしているか知らないが、女子の趣味など知らんと言っている。白を切っても無駄だぞ。さっき年上の彼女といたじゃないか。年上彼女、いや、あれ姉ちゃんだから。え、姉ちゃん。許さない、俺許せないよ。実施の罪で貴様を処す。姉がいるだけで処されるなんて中世よりも野蛮だな。なんならカナダだって妹いるから処されるんじゃねえか。美人な姉ちゃんと休日にマクゴでデートかよ、羨ましけ。それがなんであんな彼女との喧嘩別れみたいな展開になるんだ。まあ確かに、ハッピーセットの収集に付き合わせていたんだが急にキレられてた。これだから女というやつは。何したんだよ。てかなんでハッピーセット、絶対なんか余計なこと言ったろ。ちょっと待ってくれ、俺はてっきりトキヤが恋愛大先生だとばかり。少々早とちりはしたが、そんだけイケメンなら恋愛経験ぐらいあるだろう。恋愛経験だと、そんなものあるわけないだろう。それを自信満々に言われるとちょっとこっちも困るよね。またまた、トキヤってばご冗談を。恋だの愛だの、他人に縛られた人生はごめんだ。こいつ恋愛に興味すらないのかよ。イケメン剤で苦労していたというのはこの前の体育の時に聞いていたが、まさかここまでとは思わなかった。これで恋愛経験もないとなると、いよいよただの化け物じゃないか。とんだモンスターを引き入れてしまったようだな。化け物扱いされちまったな。つまり似た者同士だな。俺はちょっと親近感湧いてきたぞ。いや、まあ親近感湧くのはいいんだけど、やべえぞここの今の4人のこのエンジン、もう
完全にやべえやつらだぞ。このままだとどうしようもなくなっちゃうよ。同類を増やしてどうすんだ。やはり罪か。遅いぞ男子ども。なんかしれっと混ざってる。エンジンに混ざってきた。ちょっくら遊びに行くだけなのにそんな悩むことある？小枝さん、俺たちにとっては大冒険なんだ。それだけに行く先は慎重に決めなければいけない。うん、よくわかんないけど、その行く先とやら私が決めてあげようか。え、いいのか。ちょっと待て、タイガ、お前それでも男か。家事を他人に、それも女子に委ねるなど言語道断だろう。僕に全てを委ねようとしていた奴らが一体何を強がってるんだ。小枝の兄貴、お願いします。こういい感じに盛り上がれる場所で頼む。手のひらくるくるやな。プライドなんてないくせに、どうして一旦俺に強く当たったんだ。了解、これ貸し一つな。え、貸し？慌てるなタイガ、貸しがあるということは次が受動的にやってくるということでもある。初手告白とかいう積極ムーブかましてたイケイケな蜜はどこへ聞けたんだ。お前言うだろカナダ。どうでもいいが、もう帰っていいか。男女で人数不利になるだろう。無駄に振り回された分最後まで付き合え。本番はこれからなんだ。一人一殺の覚悟で臨まないとな。うわー、燃え上がってきた。こいつらは一体何と戦ってるんだ。恋かな。